私たちの向かいの部屋よね。例の書。いや。ない。ない。ないわ。私の指輪がないの。落ち着くんだ。まだ盗まれたと決まったわけじゃない。とにかく船長に知らせに行ってくるから、お前はここで待っていなさい。大切な指輪をなくしてしまうなんて、どうしたらいいの？ここは空き部屋。ああ、ちょっと楽になった。ようやく仕事が終わりましたぞ。はあ、こんなに可愛いのに、みんななんで嫌うのかな。お客様、柳元子、16歳の女優。あの事件以来、僕の悪友。朝霧敦子、正美氏の奥さん。結婚して半年後の新婚旅行の真っ最中。被害者。航海士、静かな海号の航海士さん。ミーハーな海の男って感じかな。立花二郎、年齢不詳の刑事さん。かっこいいんだけど、船酔いしてるもんな。木原直子、蛇女。あー失礼、爬虫類の研究をしている女の人。結構危ない。田中さん、静かな海号の売店の店員さん。間延びする話術の使い手。朝霧まさみ、敦子さんの夫。どこぞのエリート社員だっていう話。船長、静かな海号の船長さん。うーん、海の男。そう、花田剛蔵、静かな海号の掃除屋さん。気さくなおじさんだよね。お部屋を留守にしていた間に、部屋に置いてあった指輪がなくなってしまったと。なるほど。とりあえずお客様のお部屋へ行きましょうか。
確かテレビの CM に話題の人がこんなに可愛い探偵さんだったなんて。女優だ。本日10時に部屋を出て船の職員である花田とぶつかった。その時には確かに指輪があったんですな。今が12時ですから2時間の間に指輪がなくなっていたと。しかし奥さん、扉には鍵がかけられており、窓の外は海、侵入は不可能ですよ。指輪を棚の上に戻す際に落としてしまったのではないでしょうか。いや、どうもお見苦しいところを見せてしまいましたね。いいえ、そんなことは。ところで指輪をなくされたようですけど。ええ、妻の話ではこの棚の上に置いたとの話ですか。棚の上が汚れてますね。多分手形でしょう。ちなみにオイルの汚れみたいです。オイル？そんなものには触ってませんよ。ということは、出航前の掃除でつけたのでなければ侵入者がいたことになる。なんてことだ。このような事件が起こるとは大変申し訳ありませんでした。事件解決に全力を尽くすことを約束いたします。では。なんかとんでもないことになったわね。ま、面白くなりそうだけど。面白いって不謹慎なことを言わないでください。でも興味があるものね。僕たちの手で犯人を見つけ出すってのも面白いんじゃない。グッドアイディア。そうと決まれば早速行動開始ね。よろしければ事件解決に協力させてください。必ず指輪を取り戻しますよ。あ、いや、しかし。どうかお願いします。任せてくださいって。ところでいくつかお聞きしたいことがあるんですが。どうぞ。何をお話しすればよいでしょうか。私は朝霧敦子と言います。半年前に夫の正美と結婚したんですけど、夫は仕事が忙しくて。この旅行が私たちの新婚旅行だって楽しみにしてたんです。食堂に行ったのは10時頃でしたでしょうか。この部屋を出た時にメンテナンスの花田さんとぶつかって指輪を落としてしまったんです。知ってる、僕たちもいましたからね。花田さんが拾ってくれたんですけど、夫に指輪を部屋に置いていくようにって言われて。
事を済ませてからしばらく甲板にいて、12時頃に戻ってきた時には亡くなっていたんです。ほとんど同じ時刻に僕たちも食事をしてたんだよね。ということは、その時刻に僕たちと会った人たちにはアリバイがあるから犯人ではない。花田さんが拾った時にすり替えてるんじゃない？ありえないよ。すり替えたんなら部屋から指輪がなくなるわけがないもの。部屋の鍵はかけてました？もちろんです。外に出るときにちゃんと確認しましたわ。それに鍵は確かに夫が持っていましたし、合鍵でもなければ侵入は不可能ってところね。あの指輪は夫からもらった大切な品なんです。値段も高かったんじゃない？高価なのも確かですけど、何より大切な思い出の品なんです。あの指輪は夫からもらった大切な品なんです。値段も高かったんじゃない？高価なのも確かですけど、何より大切な思い出の品なんです。どうかどうか指輪を探し出してください。お願いします。なんですね。じゃあ捜査で得られる情報をもとに犯人が誰かを考えてくださいね。2ボタンで「犯人」というコマンドが表示されますから、犯人と思われる人物を選んでください。選択後はその人物が犯人であるとの前提で捜査を進めます。コマンドはいつでも使えますから、他の人物が怪しいと思ったなら選択し直してくださいね。ここは空き部屋だった。というわけで、あなたに事件の解決をお願いしたいのです。なるほど、私の管轄とは違うんですが、まあお引き受けしましょう。盗難事件があったんだって？俺が刑事だったもんで店長に調査をお願いされてしまったよ。見たところ君らも捜査中って感じだが、何か分かったか？秘密さ。とりあえず刑事だってことだ。まだ具体的な捜査を開始していないからな、何とも言えんよ。俺を疑ってるな？
だが犯行があったと思われる時間には食事をした後後ろの甲板でダウンしていたぞ。そのことは君らも知っているはずだ。鍵ね。確かに合鍵を持っている人間をまず疑うべきだろう。立花刑事は引き受けてくれたが、あとは犯人が入校時刻までに見つかるかどうか。はい？指輪が盗まれた？そんなことがあったんですか。それについてお聞きしたいことがあるんです。私？木原直子といって大学の研究室で爬虫類の研究をしてるの。主にエビちゃんの生態に興味があってね。南の島に住んでる珍しいヘビちゃんが目的でこの船に乗ってるの。戦争でヘビちゃんの世話をしてたからね。何も知らないよ。2時間ぐらい前のことだよね。ヘビちゃんのご飯を用意してたんじゃなかったかな。一人だったんですか？もちろん一人だったよ。部屋の中にいたんだもの。そういえば隣の1号室でゴソゴソって物音がしてたみたいだったよ。鍵？自分の部屋の鍵なら持ってるけど、2号室のだよ。よくわからないんだけど、掃除でもしてたんじゃないのかな。なんぞい、わしが指輪を盗んだと？証拠もないのに何を言うんじゃ。シーツの予備も十分にあるようじゃな。すみません、ちょっとよろしいですか？なんじゃい？なんと、お客さんの指輪が盗まれたとな？それについてお聞きしたいことがあるんです。はて、前にもお話ししたような気もするが、気のせいじゃったかな。わしは花田っちゅうてメンテナンス、つまりお客さん方の部屋の掃除を担当しておる。わしは知らん。わしを疑っとるのか。まったく面白ないわ。今日の10時じゃな。確か1号室の掃除をしておった。無論一人じゃ。メンテナンス担当じゃからな、もちろん全室の合鍵は持っておる。2号室か3号室かは知らんが、
確かにドタバタ想像しかったようじゃったな。ちょっと聞いていいですか？指輪は見つかったでしょうか？いいえ、ちょっと伺いたいのですが。私は朝霧敦子と言います。半年前に夫の正美と結婚したんです。この旅行が私たちの新婚に。どうか。変なことに巻き込んでしまって申し訳ありません。そんな、それよりちょっと聞いていいですか？僕は朝霧正美と言いまして、半年前に妻の敦子と結婚したんですが、仕事が忙しくてなかなか二人の時間が取れなかったんです。妻には申し訳なかったんですけど、遅めの新婚旅行ということで楽しみにしてたんですが、こんなことになってしまって本当に残念です。何しろずっと妻と一緒にいましたからね。食事に出て甲板で海を見て、で戻ってきたら指輪がなくなっていたんです。ずっと妻と一緒にいましたよ。ひょっとして僕を疑ってるんですか？この部屋の鍵なら僕が持っていますよ。物音がしてたんですか？なんだろう。僕は気づきませんでしたが。何かわかりました？君がこのオイル汚れを見つけたんだって？かすかな跡だが、よく見つけたもんだな。本当はナビが見つけたんだけどね。指の跡に見えるよね。ああ、指輪を取ろうとした際についたものに間違いないだろう。すまん。トイレを貸してもらうぞ。とりあえず落ち着いたよ。しかし船酔いになるとはな。参ったな。
盗まれた？そんなことがあったんですか。それについてお聞きしたいことがあるんです。この船の売店で働いてるんです。私は犯人じゃありません。お客様にお聞きするまで知りませんでした。10時頃でしたら、ここでお仕事してました。その時はメイ様も食事してらっしゃいましたよね。鍵ですか？いいえ、お客様方のお部屋の鍵なんて持ってませんです。そんな音してましたっけ？お客様の指輪が盗まれたんですってね。ええ、そのことでちょっと聞きたいんですけど。やだな、見てわかりませんか？この船の航海士ですよ。こんな事件が起きたのは初めてですよ。ブリッジにいましたよ。あ、いや、一度トイレに行ったかな。え？客室の合鍵なら船長と花田さんが持っているだけですよ。トイレに行っていた時にドタバタと騒々しい物音がしてたんです。その時は気にも留めてなかったんですけど、もしかしたら犯人が何かしていたんじゃないでしょうか。ちょっと聞いていいですか？やれやれ、困ったお嬢さん方だ。事件のことは立花刑事に任せておきなさいよ。この静かの海号の指揮を取る、それが私の仕事だ。あのような事件が起こるとは、全く残念だよ。このブリッジにいたよ。ここを離れたのは、事件のことを聞いた時が初めてだ。客室の鍵のことかね。合鍵なら私と船員の花田が持っているが、特に気づかなかったな。ここで聞こえるのは機関の作動音と波の音だけさ。これが男のロマンってもんだな。
何度言わせるんじゃ。わしが指輪を盗んだというなら、その証拠を見つけてみ。これを見ろ。取っ手にオイルが付着しているのがわかるか。わかるよ。でも犯人がトイレに入ったってだけで。何のためにだ。まさか入ったっていうわけでもないだろう。盗みの途中で用を足せるほど度胸のあるやつはそういないだろうよ。なるほど。戦場を見てみよう。排水施設を整備するための入り口だ。オイル汚れも見えるだろう。犯人は天井裏を通ってこの部屋に侵入した。またこんな状態じゃ捜査どころじゃないんじゃない。やばい。少し休もう。3号室かは知らんが、確かに。ここは
部屋だったと思いますが。なるほど、戦争に荷を運ぶときにはこの扉を使うんだ。緊急時にも開くようになっているみたいですね。箱の中はいっぱいのネジ、ドライバーやスパナ。むやみに触らない方がいいですよ。ひー、ふー、みー、10匹はくだらないよ。研究ってのも大変だね。やれやれ、困った。確かに整備用に天井裏への入り口がある。3号室の入り口は左舷の部屋すべてにつながっているが。なるほど、犯人はその入り口から侵入したというわけだ。そんな天井裏から侵入してくるなんて。